疲れです。お疲れ様です。恥ずかしいですね。まあでも今日のためにはい、ちょっと覚悟とか決めてきたんで、あ、本気見せます。はい、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、妙に緊張します、ね。そうですね。ちょっとお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。あちらでお待ちください。失礼します。お久しぶりです。お久しぶりです。今ちょうど春日井の現場終わったんで、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。めっちゃ緊張しますね。はい、めっちゃ緊張します。お願いします。あちらにお座りください、はい、お疲れです。お疲れ様です。お疲れです。いや、今日寒いね。寒いですね、うん、最近寒いですね。最近春日井どう？最近、まあ普通ですね。はい、みんな仲良くやってます。じゃあ、春日井の現場、はい、一緒にご飯食べに行こうか、今度。あ、はい、今度お願いします。はい、お願いします。あちらにお座りください。はい、です。お疲れ様です。今日バチェラーすか？はい。ですか。ちょっと緊張しますね。めっちゃ緊張します。僕めっちゃ緊張するんですよ。あ、そうなんですか。なんか5万ドルキャバ嬢に申し訳ないなと思って。どういうことですか。惚れちゃうんかなと思って。あ、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。向こうでお待ちください。お疲れです。お疲れ様です。どうですか、調子は？普通です。普通ですか？はい。まあ、僕ちょっとまあ最年長で、まあ、一番アダルトなんで、まあ、大人の余裕見せていきたいなと思って。まあちょっと覚悟しといてくれよ。はい、よろしくまた違うあれ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。皆様、ようこそ。私が進行をさせていただきます、小林克信です。これから食事をさせていただく前にルールを説明させていただきます。バチャラーからのローズを受け取った方は残り、受け取らなかった方はこの場を去っていただきます。皆様の運命を決めるローズセレモニーは食事の後に行われます。それでは皆様、お楽しみください。さあ食べよう、体でも爽やか、乾杯。イエーのメンバーですよ。いいですね。やばいですね。だいぶいいの運動ですね。とりあえずファーストセレモニーを始めたいと思います。もう終わったっすね。どうぞ。皆さんうるさいよ、ちょっと。あ、いただきます。いただきます。いただきます。何かいきます。はい、何が欲しいですか。あ、わさび。いや、わさびはいらないです。わぁ、うわぁ、うわぁ、うわぁ。何がいります。じゃあ、お任せで。お任せですか。コーン以外でお任せで。コーン以外でお任せです。僕の嫌いなやつからいきます。はい、食べるんすか。あ、食べれます。コーン以外食べれます。コーン以外食べれるんですか。はい、コーン。リトンピンが発車するよね。緊張しますよ。どうした。もう疲れない。どうした。慣れてるよ。慣れてない。疲れてる。仕事で疲れてる。この中でイクラとかサーモンとか
醤油です。あ、はい、ありがとうございます。雑草どもがそこだけで喋りやがってよ。顔広めんかよ。何ですか、わさびいらないですか。わさびだけでいいですよ。このわさびいらないです。このわさびだけでいいですよ。わさびが好きっていう話は聞いてます。めっちゃ辛かったから。ほんめっちゃありますよ。やばい、やれってことじゃないですか。僕わさびが好きなの。おいしい、私も食べますよ。おいしい、おいしい。大丈夫ですか。大丈夫です。また食べてください。俺選んじゃうから。うまります。絶対この方が余るパターンです。卵食う。いや、これ本当にぶっかけたくはよかったですね。これは絶対盛り上がるよね。ある意味盛り上がる。自分たち盛り上がっといた元気お前。やばいっす。いや、激辛はそれ知らん。なんか嫌っすか、芸語とか。あー、はい、そうです。いやすか、うん、あ、ため横で喋ってくれると嬉しいです。じゃあ僕も一緒です。あ、はい。食べさせてあげましょうか。うん、あ、今入ってるんだ。はい、そういうのやめてほうがいい。そういうのやめよう。ローズやめることやめよう。ローズ裏切った。じゃあテーマこういう人は嫌だとかあります。ある。こういう人だ。見た目。まず見た目。それさ、もうさ、一番初めに答えた一人やん。それはあるやん。まず見た目から。見た目が嫌な人ですか。うん。なんか、太ってる人が嫌です。あ、めっちゃ太ってる。めっちゃ太ってる。ちょっと腹が出てる人とかダメ。そうですね。腹巻きしてる人とかダメですか。ちょっと見て年齢はじゃあげてみ。年齢ですか。上だったらプラス10まではプラス10。はい。あれ、あ、24です。あ、24ぐらい。はい。24でも30まで。下はプラス10ぐらい。マイナス。やばい。超マイナス。マイナスだって。やばい。下はどれぐらいまでいける？下は、まあ学生じゃなければ。学生じゃなければ。学生はそうか。働けんもんでっていうの。そうですね。2、3個ぐらい。3個ぐらいかもしれない。ちょうど20歳ぐらいで、はい、して。そうです。え、でもね、その、ああいうのはいいの。例えばさ、新卒通してさ、なんか結構なんかブランド物のバッグ買ってもらって、あ、いいなとか、そういうのとかはないの。そういうのはないです。欲しいものはもう自分で買います。あ、マジで。でもすぐ買ってくれるルートはあるけどね。なんなら俺もこう。あと、身長。ああ、身長。身長、身長はそんなに気にしないです。いや、自分より背高い人って言ったら、まあまあ高いよね。結構、見なくなったらあんまり言ってられないんで。何センチあるの、ちなみに。私ですか、何センチだと思いますか。173ぐらい。そんなない、そんなない。俺の身長だから。それやばい、自分好きすぎてやばい。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、そんなない。どれくらい。160ぐらい。もっとあります。もっとある。はい、65ぐらい。あ、近い。66です。あ、そうか。ギリギリ感じる。ギリギリ。身長がと。はい。マジで67ぐらいですか。あとヒール履かれたらおしまい。履かないんで。履かないで大丈夫です。休日何やってるの。休日出かけるときは出かけるけど、出かけないときは本当にずっと家にいます。ずっと家に。マジ。もう出かけない日は出かけないんです。へー。 YouTube 見るの。あ、YouTube 見ますね。あ、マジ。僕カンカン自分の自分のはそんな見ないです。あ、カンカンやってるやつ。カンカンやってるやつ。それとも新学生。新学生やと思います。新学生やと思います。あ、見るんだ結構。見ます。あ、そう。
自分より全部ピッて消すけどな。それ、わかる、めっちゃわかる。あ、6時に更新されて、あ、自分で出てきちゃった。どうやって食べるの？これ食べます？これすぐ取ってあげてよ、はい、バジラに。ちょっとちぎります。いやいや、じゃあ包丁あって確か。あ、包丁あります。包丁持っていいかな。まずいかな。面白いって言われたいね。でも面白い方の方が好き？あ、面白い人の方が好きです。あ、もうつまらないよりとは。はい、じゃあこの4人終わりだね。やばい、やばい。今日はあのバラボもらえるけど、私はバラ2本だけでいいよ。ずるい、ずるい、ずるい、ずるい。じゃあこれも武器だからね、一応。これだ。何言います？あ、何もいらない。いや、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 なかなか難しいですね、こういうのが。いや、そうですね、普段通り食えないですけど、まあ、普段通り行かなくても、もう全然普段じゃない。あ、全然普段じゃない。でも企画自体が普段じゃないから。いや、ちょっとまあ今回最初だったんで、全然ちょっと緊張したのもあって、まあ喋れてないですけど、まあ、ちょっとここから徐々に上げていくんで。でも結構あの いい感じの素質が見えると思うから。あ、ですか。YouTuber の。あ、YouTuber の。YouTuber の。あ、ありがとうございます。まあ、期待してます。頑張ります。はい、じゃあ、ゲームやろうか、ゲーム。いいよ。ゲームね、しりとり。盛り上がる。一発芸じゃなくて、普通になんかね、踊りとかでもいいんでね。俺もこれしかねえもんな、俺は。最近こっちから。あ、絶対ポテト2本で終わらせるでしょ。いいよ。モノボケっすか。あ、モノボケ。いいよ。じゃあ突っ込むなってってもう。マジか。あ、こっち隠すもん。あ、こっち隠すもん。ちょっと待って、捜査機ちょっと。もう言えたのか。もう分かった分かった。目つぶって。はい、目つぶって。はい、いくよ。あ、これ入るから、これこれさ、あ、なんかさ、ワンホって書いてある。どうした？何が汚い。何が？それ多分あの叩かれ。そうですね、でも本当最近動画とか多いですもんね。なんか多いですね、ああいう、はい、こういうキャラの相手。そうですね、本当にそうですね。すごいですね、対応はすごすぎて。うん、いや本当にすごいなと思います。慣れました？あ、だいぶ慣れてきました。特にテナニーさんとか大丈夫ですか？あ、全然大丈夫ですか？はい。あの人もやばいね。最近やばいですね。ちょっと最近やばいですよね。見ててもやばいですね。見ててもやばいですね。でもちょっとどっかでまた挽回するんで、まだちょっと、はい、今回はちょっとダメだったんですけど、はい、まだ楽しみにしてください。はい、何してくれるんですか？え、それ言ったらダメですね。今はちょっとまだ内緒なんで。あ、そういうことですか。まあまあまあ、ちょっといろいろ考えておきますね。あ、お願いします。お願いします。でもきつかっても始まらんの。すごい、うん、いけんよ。俺はね、待ってよ。じゃあ、考えていいですか？でもとりあえずもう、いや、僕めっちゃ出てくるの。はいとか言いましょう。もう今じゃ、そうそう、じゃあ俺さ、めっちゃ出てくるんですよ、はい、なんかもう、うん、寿司にとってはなんかもうでも下ネタにしかならんの。もう全然ないよ、もう違う。あ、そうなんですか。じゃあ、いやいや、これ入ってやって。いや、入ってやるから失礼しちゃって。全然面白くないですもんね、うるさいだけで、なんか。あ、本当に、あの二人は。まあ、うん、まあ、そうですかね。本当にそうなんですよ。うん、まあ、あれでポイント上がった感じですか？まあ、どうだろう。いや、でも何も喋らないよりは。あ、そうですね、まあ、まあ、とは思います。2人だったら喋るんですよ、僕も。ああ、2人だったら。あ、2人だったら。2人だったら。あ、じゃあ、何かお願いします。あ、今ですか？今ちょっと今はちょっといいっすね、まあ、今はいいんですか？次があればってことですね。あ、了解です。次頑張りますんで。はい、お願いします。
何を頑張ってくれるんですか。トークをコミュ障なんで、はい、ちょっと頑張ります。トークをどうやって練習するんですか。一人で、お風呂で、ちょっとお風呂で練習の成果見ててください。そうですね、頑張ります。はい、頑張ってください。じゃあ行きますよ。はい、おー、出てくるね。いいっすか。塗り替え道場御用達の松原塗料あがたさんのものまで。はい、もしもし、あがたです。19の 65D ですね。ドラゴンズの D ですね。これ強い。なんか楽しい人が好きって言ってたじゃないですか。面白い人がいいですね。どうだったですか。いや、めちゃくちゃ面白いです。僕ですか。はい、マジで。マジで本当にですか。本当にあった。はい、カムサハムニだ。なんかすいません。いや、面白いです。あ、マジですか。はい、あ、もう結構面白い人ばっかと今まであれですか。あ、一緒におったですか。いや、そんなこともないです。そんなことないですか。はい、でもなんか毎日笑える方がいいですよね。そっちの方がいいです。僕もそうですもん。なんで僕いつもビール飲んで毎日笑っとるんですか。一人で。ああ一人でですか。一人で笑っとるんです。一人で家帰っても一人で笑って幸せですね。でも幸せ。結構幸せもんって言われて。今日なんかまあそんな喋れんかったですけど、はい、まあ、なんか笑ってもらえてよかったですよ。はい、面白かったです。ぜひ次に行けるように。はい、はい、ぜひ雑草よろしくお願いします。雑草ですか。あ、雑草じゃなかったか。あ、はい、柿の花でした、ね、はい、すいません、なんか長々とすいません。あ、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あった、携帯借りていいですか。じゃあ、モノマネに名前出せないんですけど、黄色いヘルメットかぶって腹巻きしてる人が僕に電話してきた時のモノマネ。おう、てるか、寝るてや。おい、どういう夢や。いいわ。留守電話なんてなかったっすか。直留守なるっすね。もしもし、塗り替え道場の小林です。結構透き通ったんですね。まあ俺デモンと思ってたら面白いです。登場するぞお前。え、まだ寺西君だけ。いや、ほんと緊張した。はい、こんなことないですよね。やばいっすわ、もうほんと。いや、どう、全然喋れんかったわ、マジで。いや、なかなかあれ、喋る隙がないですもんね、本当に。もう、二人がやばい。やばいですね。二人が強すぎて。だからまあ、どうだろう。最低聞くでももらえるように。聞く？茎か。ごめん。茎だね。茎でももらえるように、ちょっと頑張るわ。はい。はい、何度もらえるように、茎、はい、茎だけでも。はい、はい、何を頑張ってくれる。何を頑張ろうかな。一緒にたこ焼き食べに行こうか。ああ、あの辛いやつ。あ、あれ食べたいです。激辛の。買ってきてください。カスガイテン来るとき。いや、だって遠いから。いや、買ってきますよ、もう。カスガイテンまで。どこでも。あ、本当ですか。はい、あ、どこでも。ありがとうございます。めっちゃ辛いんで、覚悟しておいてください。はい、はい。もちろん一緒に食べてくれますよね。いや、この前食べたんで、もう無理。あ、マジですか。はい。じゃあ、一緒に食べましょう。はい。V ライン。これ。向こう側行ったっすね。俺も見えたっすね。何回か進めるの向こう側行ったっすね。行きたい向こう側。向こう側行きたいの。向こう側ってどういうこと。滑る向こう側行くと何でもいいじゃないですか。
お葬式とできる。できる。でも早くやるのもう。もう全員アウトだよ。もう全員アウトだよ。いいよ。いいよ。爪痕爪痕。いいですか。おお。の水着いいいいよ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 ダメだこれはダメですかいや、ありだと思うめっちゃ俺やりますバチェラーは俺大丈夫あ YouTube 的にお疲れお疲れ様ですバディが来たバディが動画のバディがはいあ、何みんな来たもうあ、みんな来ましたね俺一番最後だねはいもう待っとったやろあまあ結構待っとったやろそう、はいバディやもんな、はい、やってやられてるのねはいちょ、俺なんかさ、手ぶらで来るのもないやと思ってさはい一個プレゼント持ってあ、本当ですか受け取ってくれるかなはいちょっと待ってちょ、今って待たすタイミングじゃないなと思ってたんだけどはい正直もう、カディングが強すぎお稲荷さん待って受け取ってくれるかなね、なんかあ、大丈夫ウエットティッシュにこれ包んであるのこれウエットティッシュでめっちゃ真っ青うん食べさせてほしいいや、いいですいい、いい、全然いいです、いいですお稲荷さん好きあ、はいお稲荷さん好きこれ、どうしたらいいまあ結構、ね、俺らは YouTube 最初の方からやっとて寺道くんとかもやっとて結構動画でね、一緒になること多いよねあ、嫌いなのかな、俺のこといや、そんなことないです、そんなことないすごい距離あるいやいやいや、そんなことないです緊張してるだけです、うん、はい楽しかったね、でもそうですねもう何、次選ぶ人決まったあ、だいたい嘘はい何人落とされるんだっけ一人落とされるあっちゃん、俺大丈夫だねまあ、わかんないですじゃ俺大わかんないですね楽しみにしておいてください大丈夫でしょ楽しみにしておいてください大丈夫だねいや、今言えないですそうはい俺の可能性もあるってことそれあ、落ちるのがですかそうそうですねそうやはい、本当ですないでしょ、ないでしょいや、まあ楽しみにしててください本当ないでしょ本当ないでしょいや、わかんないですあ、もうちょっと一人一個ずつやっていこうじゃあ、はい、めっちゃタバスコかけて食べますもんおぉおぉいいでもタバスコどっか行っちゃいますよね吸われますよね、食べるかな、ね、いや、かけてもらえないじゃないあ、かけてもらえないかけてあ、了解ですえ、じゃあもう食べちゃうよやばいすごはい、これかけますあ、すっごっちょっと待ってバチェラーね、ちょっとネジ吹っ飛んどるでねあ、ネジわさび入れてもいいかもネジわさび入れてもいいかも気をつけてもいいよ、本当にあ、すっごっあ、すっごいやらみさんやらみさんちょっと、違うすっごいわすっごいわ食べたことない辛い、辛いすっごっ辛い、辛いこれもいくあ、はいもちろん、もちろんもう、いってもう全部いってそんだけ戻れるってことは、そんだけ入れてってことそうギャルしいねスイッチあったやろこれ全部食わないといけダメダメはいモンストそれなんかチーズバーガーの中身みたいになっちゃうじゃあいただきますいけんじゃん伊藤伊藤いけんじゃんあの案外美味しいそう全然食べれるね結局ねあれっすね僕らでしたねそうだねまあ俺らバラねえよもう茎いや、茎でもないんだ茎じゃない、茎じゃない雑草そこらへんそこらへんへそれではローズセレモニーを取り行いますはい、今回皆様にお渡しできるローズの本数は4本になります。4本。そして今からこの4本のローズを受け取った方のみがバチャラの元に残ることができます。残念ながらローズを受け取れなかった2名の方はここでお別れになります。まあまあまあ、しょうがないです。それではバチャラ、どうぞこちらへ。
心の準備ができましたか。はい、今日はありがとうございました。おめでとうございます。はい、4人選ばせていただきます。あざっす。あざっす。帰る帰る。撮影って分かってるんですけど、本当なんかもう中学生高校生のなんか恋愛みたいなぐらい緊張しましたね。やっぱ先輩があえて立って待ってられるとなんか妙にドキドキしちゃうじゃないですけど、緊張しちゃったんですけど、まあちょっとこっからは頑張っていこうかな。それではバチャよろしくお願いします。こんにちは、おざっす。バラもらえるんじゃないですかね。もうもらえるのおかしいし、もらえるの僕デトリーいないですもんね。 YouTuber だもんね。ローズを受け取っていただけますか。いいでローズ。いやもう本当動画慣れしてないし、まあ本当に仕事だと割り切れるんですけど、やっぱりプライベートはちょっと僕だいぶ苦手ですね。ただまあちょっと本当に今日できるだけは頑張ったんで、はい。それではバチャラ、よろしくお願いします。寺西さん、あっおーらまあ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 ローズ、もらえますよね、絶対。それは僕はもらえますね、完全に。動画の撮れ高的にもまあ一番とは言えないですね。ちょっと強敵がおるもんで、あの足場カンカンやってるやつおるじゃないですか。僕の一個下なんですけど、一番僕年上なんですけど、足場カンカンやってるやつおるじゃないですか。あいつ空間占有率すごいんですよね、8対2ぐらい。もう変顔とかで勝負していくんで、よろしく。ローズ受け取っていただけますか。 Yes, I do。 ダダ滑り。まあ、あのご飯の時はもう全然喋れんかったんで、まあ、無理かなと思ったんですけど、あの2人でさっき喋る時に、まあ、言いたいことを言えたので大丈夫です。悔いないです。悔いはないです。まあ、ちょっとやっぱキャラが濃い人たちが多いんで、ちょっとインパクトつけれなかったんですけど、まあ、ちょっとこれからちょっとどっかでやったろうかなと思って、バジャラーさんをちょっとこっちに引きずり込んでやろうかなと思ってます。ちょっと頑張ります。それではバジャラーお願いします。爆速さん、えおお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 おローズを受け取っていただけますか。そこでもそこでも何もしない。バチャラ、次がいよいよ最後のローズになります。心の準備はよろしいですか。はい。それではお願いします。感触はもう全然ダメでした。けど最後2人で喋った時、まあバチェラーが素質はあると思って言ってくれたので、まあ、もらえるんじゃないかなと思うんですけど、まあやっぱやったことなかったんで、でもまあちょっと半分楽しみでやってたんですけど、でもやっぱ言葉が詰まります。だいぶきつかったですね。冷や汗かいちゃったですね。正直もうあの2人が強すぎて、もう割り込む隙間がないっていう状態なんで、
まあ、正直もう、一発芸も持ってるわけじゃないし、なんでまあ本当に正直もうあんまり自信が正直ないです僕。じゃあローズを受け取らなかった2名の方、会場を去ってください。はい、はい、はい、行くよ、行きます。お疲れ、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 頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ろうず。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。まちゃん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。僕の伸びもあれですけど、今日、まあ、いろいろありましたけど、はい、4名の男たちを選びましたね。はい。まあ今日ね、あの、まあ、結構撮影長くて、まあ、動画には短くなっているとは思うんですけど、はい、まあ、次回はちょっとスポーツ系、なんかこの4人を連れて、はい、あ、いいですね。なんか面白い、ボーリングとか、はい、まあ、バッティングセンター、あの撮影許可が出るとかね。それでもちょっとやってみたいと思って、スポーツコロシアムみたいな。そうそう、またそのスポーツの、ね、動くシーンを見て、バチャラにはローズを選んでいただきます。おお、えい、絶対に。ちなみに次は2本、次はもう3本しようかなと思います。次3本、1人ずつ落としよう。ああ、2本だってもうお前落ちちゃうから。いや、僕は落ちちゃうから。お笑いできたら楽しいですよ。お笑いできたら楽しいですよ。はい、じゃあちょっと今日尺がなくなりましたけど、次回もあのバチェラやりますので、あのまた見てください。また見てねー。